こんにちは、ココです。ナルトにはいろんな感動場面があると思います。忍び同士の戦争がテーマになっているので死に関係するシーンが多いことも要因でしょうね。しかしただ死んで終わりというわけではなく、そこにはそれぞれの思いや過去の出来事が絡んでくるので、読者も胸が熱くなってしまうものばかりだったのではないでしょうか。そんなナルトの感動シーンをランキング形式で選んでみましたので、どうぞ最後までご覧ください。第5位、ヒューガネジがナルトに未来を託して死ぬ。第4次臨海大戦が勃発し、戦いが激化する中でオビトとマダラ VS 忍び連合軍となりましたね。そんな中でジュービは黙祷、挿し木の術を放ちます。この術は枝を雨のように降らせて食らうと体内を突き破って枝が伸びるという非常に殺傷能力の高い術です。これには忍び連合軍の多くの忍びが次々と犠牲になってしまいました。ナルトやヒナトもジュービとの戦いに参加していて、この攻撃に対して必死に抵抗します。しかしナルトはチャクラを大量に消費していたので避けることができなくなりました。それを見たヒナタがナルトに刺さろうとした枝を体で受け止めようとします。しかし次の瞬間、ネジがヒナタの前に飛び込んで枝の攻撃を体で受け止めたのです。ネジは体内から枝によってズタズタにされてその場に崩れ落ちることに。それを見たナルトが、なんでお前がこんなところで、お前はヒューガをと問いかけます。するとネジはナルトと会話を重ねた末に、お前に天才だと言われたからだと答えました。この言葉からもネジはナルトのことを心の底から認めていて、また敬意を払っていたんだと思われます。だからこそナルトに褒められたのが嬉しく、いつまでも心に残っていた言葉を最後に残したんだと思います。そしてナルトに全てを託し、また今では大切な存在になっていたヒナタを守ってくれると信じて、悔いのない最後を迎えたように見えましたね。かつてのライバルが身を挺して未来へとつなげた、そんな楽しくも感動的なこのシーンが恋にランクインしました。第4位、鬼人と呼ばれたザブザが人として死んだ最後。ハクとザブザは抜け人で用心棒のような生活をしていました。武器商人のガトーに雇われナルトたちと戦うことになったのですが、カカシという強者がいたことが運の尽きでもあります。ハクの相手はナルトとサスケがすることになって、最初はハクが圧倒しており、二人を寄せつけません。しかしナルトの急備化によって状況が一転すると、ハクは一瞬で倒されてしまったのです。一方ザブザもカカシのシャリンガンや口寄せの術の前には実力が及ばず、シドリによって絶命を免れない状況になりました。そんな時にハクが二人の間に割って入り、カカシのチドリをハクが代わりに食らうことになったのです。ハクはザブザのために自らが盾となり命を落とします。それを見たザブザは戦況を立て直そうとしましたが、カカシとの戦力の差が縮まるわけでもなく再度追い詰められることに。するとガトーが武装した部下を集め橋を制圧しようと現れます。ガトーは最初からザブザもろとも邪魔な人間を殺そうとしていたので、死んでいるハクを見て侮辱すると顔を蹴り上げました。そんな様子を見てもザブザは自分たちが利用される道具だったから仕方ないと強がっていたのです。それを見たナルトはハクがザブザのことを本気で好きだったと何度も何度も語りかけます。それを聞いたザブザの心は揺れ動き、それ以上は何も言うなとつぶやくと涙を流しました。ザブザはずっと一緒にいてくれたハクがかけがえのない存在だということに気づいたのです。そんなザブザはナルトから一本の船を借りるとガトーに向かって走り出します。その場にいたガトーの部下を次々と惨殺し、ガトーも武器で必死に抵抗しますが、鬼人のような執念で動いているザブザを誰も止めることはできませんでした。ガトーは首を切られて死ぬと部下は撤退していきました。その後ザブザはカカシに運ばれてハクの亡骸の元へ向かうと、できるならお前と同じところに行きてえなと隣に並んで息を引き取りました。あまりにも切ない最後となり、ナルトたちにとっても忍びの厳しい世界の一面を見たのではないでしょうか。素直な気持ちを口にすることができたザブザの姿に感動します。第3位、イタチはサスケのために全てを捧げた。イタチはサスケを守るという目的のためだけにウチャイ一族の人間全てを犠牲にしました。その決断をしたきっかけはウチャイ一族のクーデターです。その結果イタチは両親も殺さなければならなくなり、最後の最後まで思い悩んでいました。それでもサスケを救うために一族殺しを実行し、コノハ隠れの里から姿を消したのです。その後は
コナーの里にとって危険な組織だと判断した暁に入団し、暁の動向を探りながら常にサスケの行動にも気を配っている様子でした。イタチの目的はサスケに極悪人である自分を打たせることで、コナハ学園の里の英雄にすることです。そのためにはサスケに恨まれなければならないので、サスケと対峙するたびに復讐心を煽るようなことをしています。そうやってサスケが自分を殺すことをためらわないように仕向けて、また復讐のために強くなるように導いていったのです。そしてかつてウチャ一族が所有していたアジトで最後の戦いを迎えることになります。両者一歩も引かない攻防となり、大技の連発によって体力もチャクラも消耗していくことに。サスケは復讐を果たすために必要な実力を手に入れていたのですが、イタチの桁違いの道術の力には力負けすることになります。完成体スタノーによってサスケのあらゆる攻撃は無効化され、じりじりとサスケのそばに迫ってきたのです。いよいよ決着か、そう思われた時、イタチの体はすでに限界を迎えていて、また病に侵されていることも影響したのか、サスケの額を指先でついて、許せサスケ、これで最後だと一言つぶやくと、そのまま倒れて死んでしまったのです。読者もサスケも後でイタチの本心を知ることになりますが、イタチのサスケに対する思いを知った上でのイタチの最後はまさに感動のシーンと言えるでしょう。第2、オビトの願っていたリンとの再会。オビトはマダラにそそのかされるような形で闇落ちしてしまいました。そのきっかけとなったのは野原リンの死です。これは仕組まれていた死でもありましたが、まだ10代のオビトには目の前でリンが死んだことを受け止めるほどの器量はありません。そのため怒りに身を任せてその場にいた忍びを惨殺し、そのまま月の目計画遂行のためだけに生きることを決めます。その道は険しく、多くの人間を手にかけて、それでもオビトは悪の道を突き進もうとしていたのです。そんなオビトは第四次忍界大戦でカカシやナルトとの戦いを経て改心することにもなりましたね。自分の今まで進んできた道が間違っていたのか、それを気づかせたのはナルトの絶対に諦めないホカゲへの情熱でもあります。かつて自分もホカゲを夢見てそれになろうと必死だった、そんな気持ちを思い出した瞬間に自分の愚かさと過ちに気づいたのです。そこからカカシと協力することで最大の黒幕である大月かぐやを倒すために貢献しました。しかしそんな中でかぐやの放つ攻撃からナルトやカカシを守るために自らを犠牲にすることになったのです。もともと長くは持たない体となっていたオビトに後悔などありませんでした。そして浄化された心のまま死ねることに感謝さえしているようでもありません。肉体が消滅して魂だけが死後の世界へと向かうその瞬間、なんとオビトはリンと再会することに。しかも自分は若かりし少年の姿に戻っていて闇落ちする前の状態となったのです。リンは自分のためにオビトが一生懸命やってくれたと話し、それに対してオビトは涙を流して今までの自分を思い返しているようでした。オビトとリンの再会はオビトに与えられた最後の安らぎの時間のようにも思えますね。第1、クシナとミナトがナルトを守って死ぬ。ナルトが生まれた日にオビトによる九尾封印解除の事件が起こりました。九尾はもともとクシナの中に封印されていたのですが、出産をきっかけにその力が弱まっていたのです。そこを狙われてしまい、オビトの手によって封印を解かれ、キュービーは外へと飛び出してしまいます。ミナトもその異変に気がつきすぐに対応しようと動くのですが、キュービーから里の人間を守りながらオビトにも対応しなければならないという非常に厳しい状況です。それでも諦めずにミナトは里のために必死に行動していましたね。その結果オビトをキュービーから引き離すことに成功し、キュービーのみを対処すればいいという状況に変わったのです。しかしキュービーの力は尋常ではなく、一人で抑え込むことは不可能。そのためクシナと協力してナルトの中に封印しようと決めます。本来ナルトに封印するだけであればミナトは生き残りナルトと暮らすこともできました。しかし母親であるクシナの大きくなったナルトと再会したいという願いを叶えるためにミナトは自らの命を犠牲にする式封じによってキュービーの半分を自分に封印し、ナルトにはクシナのチクラともう半分のキュービーを封印しようとしました。息子のためなら死んだっていい、それは父親にだってできる役目だと話して封印を実行しようとしますが、封印させまいとするキュービーと綱引きのような状態となります。キュービーは生まれたばかりのナルトを狙い殺そうとするのですが、それを見たミナトとクシナはナルトに覆いかぶさってそれを防ぎました。
キュービの爪によって貫かれたクシナとミナトはそれぞれナルトに言葉を残していません。クシナからはこれから成長するであろうナルトに母親として涙を流しながらたくさん話しかけていましたね。そこには成長していく姿を見られない悔しさもあったのでしょう。話し尽くした後にミナトが変わると、口うるさい母さんと同じかなという言葉だけを残したのです。その後のナルトは孤独との戦いだったかもしれませんが、両親に心の底から愛されていたと分かったことでナルトも本当に嬉しそうでしたね。まあ、どうね、ナルトの感動シーン5000はいかがでしたか？メインのキャラだけではなく、いろんなキャラにもたくさんの感動シーンがあったと思います。ナルトはそれだけキャラの背景や心情を大事にしている作品だということにもなりますね。他にもこんな感動シーンがあるという方がいましたらコメントをお願いします。